る電気ダイスで遊ぼう、後ろの正面というタイトルで今日はやっていきます。通常こういうことは言いませんが、まずは浅く腰掛けてください。座った時の座り方、どんな感じで座ってますか？どんな感じと言われても困るんですが、左右の座骨をはっきりと意識して座っていますか？座骨より後ろで座っているでしょうか？左右の骨盤の下にある2つの大きな骨に注意を向けて、そこに体重を乗せるように座ってください。左右の膝は同じように開いていますか？外側に。片方の膝が内側に寄っていたり、片方の膝が体の方に近づいていたりしていないでしょうか？足首、足先は均等に開いていますか？では、背筋を伸ばして正面を向いたところで、両方の手は体にとって楽に置いておけるところに置いておいてください。今この状態がとても力を入れずに長時間座っていられる姿勢でしたら、そこからレッスンを開始していきます。ゆっくりと右から後ろを振り向いていって戻ってきてください。どこまで右後ろを振り向くことができたでしょうか？真ん中に戻ってきたら、左からゆっくりと後ろを振り向いていってください。左はどのあたりまで見ることができたでしょうか？真ん中に戻ってきます。今右後ろと左後ろはどこまで見ることができたでしょうか？そしてどっちが簡単だったでしょうか？真ん中に戻ってきた時から動きを少し詳細に分けていきます。真ん中から右方向にだけ後ろを振り向いていって戻ってきてください。呼吸はどんなタイミングで吸ったり吐いたりしていますか？右後ろを向いていくと邪魔をしてくるのは腰のあたりでしょうか？肩ですか？胸でしょうか？首でしょうか？動きを邪魔している場所を発見したら戻ってきてください。あなたにとってゆっくりというのはどのぐらいの速さですか？考えているよりももっとゆっくり動くことはできそうでしょうか？右から後ろを振り向く動きをどうやってやっているでしょうか？私たちは習慣でやっているので、どうやってと言われてもとても困るんですが、さあ目が最初に動いていきますか？戻ってくるときも目が最初に戻りますか？目がどこまで行ったときに顔は動き始めますか？顔はどこまで動いていったときに胸は動き始めるでしょうか？それとも胸は止まっていますか？骨盤は動きに参加しますか？足は何をしていますか？動きの最中、歯の噛み合わせ、口の中の舌の緊張、
常的に何回も何回も使っている動きなので、私たちはどうやって動いている、どんな感じでやっている、そんなことはあまり気にしていません。ですけれど、何か細かい動きの分化というんですけれども、分けて使っていくと、私たちは日頃無駄に努力をしている、無駄に緊張しているところが見つかることがよくあります。必要なだけの力で、必要なだけ体を動かしていくことが、日々の暮らしの中で何回もやる動きですので、その差は大きくなっていきます。ではもう一度浅く腰掛けてください。両方の手は手に取って楽に置けるところに、そして今と同じように真ん中から右方向を向いていきますが、頭はずっと正面に向いたまま、胴体だけ右後ろに動かしていってください。頭は正面を向いたまま、胸が、肩が動いていきます。右の肩が後ろに動いていく、左の肩が前に動いていきます。腕の力を抜いて、楽な腕で胸やお腹や腰を柔らかい状態で、胴体を右方向に動かしていって戻っていきます。頭や目はずっと正面を向いたまま、胴体だけを右後ろ方向に向けていってください。右後ろです。肩が嫌がっていますか？どっちの肩でしょう？胸が嫌がっていますか？前へ出てくる左胸なのか、後ろへ向いていく右胸なのか、ウエストのあたりで、腰のあたりで何か邪魔をして動きを止めている場所ありますか？左右の座骨は何か嫌がっているでしょうか？呼吸をどうしていますか？顔は正面に向いたまま、少しずつ少しずつ胴体部分を右後ろにひねっていって戻ってきます。すべての工夫を諦めて背もたれで休みます。プラクティショナーからの言葉かけで、頭を止めといて胴体だけ動くということが出てくる途端に、私たちはとても緊張します。日常生活でそんなことをやっているんですけれど、改めて自分の動きをコントロールしようとすると大変難しいように感じます。習慣で動くのはとても楽ですが、習慣に入ってしまった無駄な緊張や努力を分けることが難しくなっているので、たまにはこうやって少し意図的に体の動きを分けて動かしていくというやり方をすると、取れなかった緊張が取り除くことができそうに感じます。ではもう一度浅く腰掛けてください。顔と目と胴体を全部使って一番右へ行って、そしてまた真ん中に戻ってきてください。最初にやった動きの右後ろ向きの動きです。右の後ろ方向を向いていって戻っていきます。胴体も使って、顔も使って、目も使って、
っている間に最初と何か変わってきているかどうか、呼吸を止めてませんか？お腹や背中は柔らかいまま動いていますか？肩や肘、手首に余分な緊張はないですか？では一番右へ来たところで体の動きを止めてください。最初にチェックした時よりもより右後ろを見ているでしょうか？では頭も胴体も一番右へ行ったところで止まった状態から両目だけを左右に動かしてください。胴体と頭はずっと一番右で止まっています。そのポジションで目だけが動いていきます。ゆっくりと右横と左横、呼吸を止めずに眉間の力を抜いて頬を柔らかくしたまま、口の中の舌を平らにしたままで目だけ動かせてください。では目を閉じてゆっくりと真ん中まで戻っていきます。そしてもう一度目を閉じたままで一番右横に行くように右後ろを振り向いていってください。一番右へ行ったところで目を開けて今一番右がどこなのかを見つけておいてください。最初と何か変わってきているか、そしてゆっくりと真ん中へ戻ってきます。真ん中へ戻ってきたら背もたれで少し休んでください。指示されるとその言葉から緊張を伴って顔全体が固まったり、歯の噛み合わせを食いしばるように力を入れてしまったり、口の中の舌が柔らかさを失ったりすることがよくあります。緊張をすると私たちは無意識に歯や舌、そして顔を固めてしまうことがよくあるので、気がついたときに顔を柔らかくほぐしておくと少し体全体の緊張がほぐれやすくなってきます。ではもう一度浅く腰掛けてください。今左右の座骨に体重は均等にかかっていますか？お尻の下に座面、椅子の座面と接触している大きな骨の塊です。座骨結節といっている目印になる骨です。ではゆっくりと左の膝を前方向に動かしていって、そして戻ってきてください。左の膝をそう何か壁を押しているように、ゆっくりと左膝を前方に押し出していきます。体の正面というよりも脚の骨に沿った延長線上の少し斜め左前方に膝が押し出されています。そうです。そして戻ってきます。正面ではなく大腿骨、太ももの骨の延長線上のところに左膝を前へ前へ出してください。そして戻ってきます。呼吸を止めずに
上半身を柔らかく使ったまま、左の膝を前へ押し出していって戻ってきます。頑張らずにできるだけの左膝の動きで十分です。遠くから見て左膝が動いていると分かるほど大きく動かさなくても構わないということです。自分の体の中に骨格が動いていくような感じで左膝を前へ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 出していきます。そうするとおへそが右方向へ動いていく感じに見つかりますか。脇腹のあたりが左右ねじれる感じが見つかりそうでしょうか。肩を余分に頑張らせないようにして左膝を前に出したときにおへそがどっちへ行くかを探ってください。そう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 です、そうです、そうです。柔らかい動きの中で左膝を前へ出していくと、斜め左方向に出していくとおへそが少し右の方向を向いてまた真ん中へ戻っていきます。余分な緊張がお腹や胸や背中や肩にないように、眉間の力を抜いてほっぺを柔らかくしたままで左膝を前前前を左膝を前方に押し出していくと右脚は何か動きますか。ほんの少しだけ右膝が自分の体の方に引き寄せられるような感じ見つかるでしょうか。左の足の裏はずっと床にくっついたままです。左脚を持ち上げる必要はないので左膝が前へ出ていって戻ってきます。では左膝の動きをもうちょっと速い速度で何回かやってみてください。左膝を前へ出して戻す、前へ出して戻す。そうすると上半身が何か動いていることに気づくと思います。左膝を前へ、そして戻す、左膝を前に。左膝を前に出していくときは少し意志を使っていきますが、注意深くやりますが、戻すときは割と無意識で戻っていきます。そのときに体全体が何をしていたのかは分かってきます。何かをして戻していくときに何をしたのか探ってください。体は遠いところまで想像にして動いていることが発見できると思います。肩の力を抜いて呼吸を止めずに柔らかく動いて、全ての工夫を掘り出して背もたれで休みます。腰が痛い方、無理をしないでください。左膝が1センチだけ左前方に動いただけでもこの動きは十分です。何センチも動かなければ動きが伝わらないということではなくて、小さな最初の何もしない動き方からほんの少し動くだけでも骨格はいろんなことをすることがわかると思います。ですから無理のない範囲でほんの少しだけ左膝を大腿骨の延長線上のラインに押し出していって戻っていくだけです。その時に他のところに無駄な緊張をしないようにして、ではもう一度浅く腰掛けてください。この動き
後ろに振り向いていく動きを全部一緒にやってみてください。すべての動きを均等な速度にして、どっかがスパンといって後からダラダラじゃなくて、全部が膝が動くて右肩が後ろに行って、左肩が前に行って、顔が右へ向いていって、目も右へ行って、体全体を均等な滑らかな動きの中で、そして戻ってきてください。最大限の速度、ごめんなさい、最大限のゆっくりめの速度で、一番ゆっくりな動きで滑らかに動いていってください。滑らかに全身を使って右後ろを振り向く動きをしながら、さあ、左右の座骨のどっちに体重を乗せていますか？右の座骨に体重を乗せながら体全体をねじっていっているのか、左の座骨に体重を乗せて脚の動きと上半身の動きを組み合わせているのか、それとも左右の座骨はずっと均等に体重を支えている状態でこの動きを行っている。どっちの座骨に乗るとより後ろを見ることが簡単になりますか？そう、目標は、ゴールは右後ろを振り向くことです。一番遠い後ろを見るためには、目、頭、肩、お腹、骨盤、脚、そして座骨、それら体全体をどうやって使ったら無理のない滑らかな動きで右後ろを見ることができるのか、最大の注意を払ってゆっくりと動いてみてください。右の座骨に乗るのと左の座骨で乗るのでは、右後ろを見ていく世界はどのぐらい違いますか？左膝と右肩の前側につないだ紐が長くなるようなイメージが出来上がるかもしれません。右の肩から左の膝までが長く離れていきます。遠く離れていきます。すべての工夫を放り出して背もたれで休んでください。右の後ろをしっかりと見るために、体全体をどうやって使ったらいいのかの工夫がこのレッスンの中に入っています。途中で何か緊張したり、途中でどこかが邪魔をしていたら、ゆっくりと戻ってきてください。ではもう一度浅く腰掛けてください。両手は自分にとって心地よいところに置いたままにして、ゆっくりと右後ろと左後ろを振り返るように体全体を使ってみてください。右と左の違いは今どんな感じですか？
右後ろを向いていくときの滑らかさと、左後ろを向いていくときの滑らかさは、どんな違いがありますか？どこが邪魔をしていますか？今の動いていく時間を倍にすることは可能ですか？そう、ゆっくりというのの挑戦をしてみてください。小さな動きを積み重ねてゆっくり動くと、その瞬間瞬間にたくさんの発見があります。一気に動いてしまうとみんな取り落としてしまうので、一つ一つの体の動きに注意を向けながら、最大限の注意を払って、一番長い時間をかけて右後ろ左後ろを見ていってください。そして今左右の座骨をどうやって使い分けていますか？右のお尻と左のお尻は椅子から浮き上がっていますか？ずっと椅子の上に乗っかって安定しているでしょうか？左右の膝はどんな動きをしますか？視線は水平を保っていますか？たっぷりの時間を使って体を動かしていく。その中でいろいろな小さな動きの発見をしていってください。では今度真ん中に戻ってきたら背もたれで休みます。もしご自宅で時間があるようでしたら、レッスンの前半でやった右後ろを振り向く動きと同じ動きを左後ろを振り向く動きでやってみてください。この動画の時間を長くするのはちょっと避けたいと思ったので、今左右均等の動きを途中で入れました。もし必要なたっぷりした時間があったら、左だけでこの動きをやってみてください。そして最後に左右均等かどうかをチェックしながら進めていくと、より変化が分かるかもしれません。さあ最後です。浅く腰掛けてください。両手は楽なところに置いて、視線は水平を保ったままにして、ゆっくり右後ろを振り向いて戻ってきたら、左後ろを振り向く動きを再開します。目は最初に動いていきますか？頭は目がどこへ動いたときに動き始めますか？両方の肩が動き出す瞬間は目はどこまで行った時でしょうか？お腹やおへそが動き出すのは目がどこまで動いた時ですか？膝はいつ動き始めるでしょうか？右へ左へ体を振り向くような動きに参加させていただきたい。水平を保ったままで。
番大きなブロックである骨盤が方向を決めていくやり方です。お尻が戻る、膝やお腹が戻って、肩や胸が戻って、顔が戻って、目が戻って、目から最初に動いていくのと骨盤から最初に動いていくのはどっちが簡単ですか？では目が最初に動いていって戻ってくるときに骨盤から戻ってくるような、そんな組み合わせに体全体を使ってみてください。目が行って骨盤が動いて骨盤が最初に戻ってきます。真ん中に上半身が全部戻ってきたら、今度は骨盤が一番最後に、目が動いていって胸、肩が動き出して、お腹も動いて、そして骨盤が動いて脚が動いて、そう戻ってくるときは骨盤から、動いていくときは目から、そういうやり方もできます。自分の体を自在に自由に、すべて滑らかな動きの中で使っていってください。すべての工夫を掘り出して背もたれでやってみます。日常何気なくやっている動きを小さなブロックに分けて、体の各部署にどんな動きをどんなタイミングでやっているのかをチェックしていくと、私たちは無駄な緊張をしていたり無駄なことをしていることに気づきやすくなります。何気ない動きの中に少しずつ溜まった緊張やストレスがやがて痛みに育つことがよくあります。体の使い方を滑らかに、柔らかい動きを心がけてみてください。ではゆっくりと椅子から立ち上がってください。立った時の感じは今どんな感じですか？左右の足均等に乗っかっていますか？左右の足の上空に腰はありますか？骨盤はありますか？もっと上に両肩が乗っかっているでしょうか。頭は両方の足のどのあたりの上空にあるような感じしますか。左右の腕は軽くなっていますか、重くなっていますか。では右後ろと左後ろを立った状態で何回か動いてみてください。右後ろと左後ろ、体をどうやって使っていますか。日常生活の中でこの動きを何回ぐらい使ってるんですよ、毎日。では左右への動きをリズミカルに速い動きに変えてみてください。ゆっくりではなく速く速く体全体をねじって、脱力している腕だと体から少し離れて体の周りで声が聞こえます。左右の足どんな風に使っていますか。今一番後ろを見ていくために右から見る方がいいのか左から見る方がいいのか、一番後ろはどこでしょうか。
椅子はそのままにして部屋の中を歩いてください。椅子を動かすという行為だけで日常的な行為になるので、私たちはすぐ瞬時に習慣を使い始めます。ですから椅子は避けて歩いてください。歩いていく方向を逆方向にしてください。部屋の中で体をねじる動きは歩くことに何か変化を持ってもたらしたでしょうか。私たちは日常的にまっすぐ前に向く歩き方しかしていないので、たまには違う動きをするのも楽しいかもしれません。いつかまたどこかの教室でベルデンクライスで奇妙なことをやっている人たちが日本全国にいるかもしれません。考えられるだけのバリエーションで歩いてみてください。レッスンは続いていきます。